本能寺は、京都市中によくした本能寺前町にある、北紀州本門流の大本山の寺院。本能寺の変の舞台として知られる。現在の寺院には、めぐみのぼる院、蓮昌院、貞聖院、高都市院、本業院、源の明院、龍雲院の七院の達中がある。株式会社本能寺文化会館の株主であり、本能寺に隣接するホテル本能寺や境内にある。 博物館の本能寺大放殿宝物館などを経営している。住職は漢字と呼ばれており、現在は140世の桃井日英が、福井県鶴ヶ市の本家知事より新山市漢字を務めている。本能寺市、本能寺の変当時の所在地、中京区元本能寺南町本能寺は、当初は本能寺という字号で、 王永二十二年、京都油の工事高辻と五条傍門の間に、日高氏によって創建されたものである。寺地は北を五条傍門工事、南を高辻工事、東を西の東院王事、西を油の工事に囲まれた地であった。日高氏は、妙本寺四世、非正に支持するが、北家業の解釈をめぐり本弱勝ち、列を主張した日高氏は、妙本寺五世。 月明と対立。王栄二十五年、本王子は月明により破却され、日高氏は河内三井、天笠崎へ移った。影響元年、気楽して、大旦那、小袖屋修区の園上により、千本木楽付近の内野に、本王子を再建。影響五年、旦那、女王丸なる人物から六角大宮の西、四条房門の北に、土地の寄進を受け再建し、 次号を、本能寺と改めた。その後、本能寺は、北家行具図の霊場として栄え、中世後期には、落中北家二21火事の一つとなり、足利市の保護を受けた。地域は六角工事以南、四条傍門工事北、串毛工事等大宮王子伊勢で、片井町の敷地を有し、また多くの市員も有していた。応仁の乱後、京都復興に尽力した町衆は、 大半が、北ッ宗州門徒で、北ッ宗州の信仰が浸透し、大目の巷と呼ばれ、本能寺は、繁栄を極めた。天文5年天文北ッの乱にて、延暦寺、宗平により、道儀はことごとく消失し、一時境の剣本寺に、避難した。天文年間天文17年頃の戦国時代に、帰落し、秘書商人が入寺して、本能寺発生となった。 天文14年、平安家は、東、西の東院王子、西、油の工事、北、六角工事、南、四条傍門工事にわたる一丁約120メートル四方に、寺地を得て、仮覧が造営され、シーンも34位を要した。日、高市の解散以来、甘がさの本教授とともに、三号はなく、梁山一漢字制を敷いていたが、その後、歴代漢字が、 地方に布教し、秘書の時代には、松字が、紀内、北陸、瀬戸内沿岸諸国さらに、種ヶ島まで交付し、本能寺を頂点とする、本門流教団が成立した。本能寺は、早くから種ヶ島に布教していた。このことから、鉄砲、火薬の入手につき、戦国大名との関係が深かった。織田信長は上落中の宿所として、明覚寺を使用することが多く、 本能寺を宿所とすることは3回と稀であった。しかし、天正十年六月二日は、息子の織田信忠が妙覚寺に登竜しており、信長は本能寺を宿所としていた。その本能寺を明智光秀の率いる軍勢が包囲し、襲われるという本能寺の変が起きその際の陛下で、道具が消失した。信長後期では、同時で、信長が切腹したとしているが、 遺体は発見されず、その最後は明らかではない。しかし一般的には、障害値とされ、光秀を破って刑に入場した、織田信隆は、16日、焼け跡に光秀の首と同、その手勢3000の教師を晒させて供養している。7月4日、信隆は同時にお触れを出して、信長のお屋敷として造成された焼け跡を墓所と、するように、 離散した重曹は戻るように命じている。現在の本能寺にある、信長工廟本能寺の表門、天正19年、豊臣秀吉の命で、現在の地域へと移転させられた。仮覧の落成は、天正20年、現在の大池通と京都市役所を含む広大な敷地であった。現長年、江戸幕府から、主因地40国を与えられた。前述の理由で、 戦国大名との関係も深かったこともあり、官営十年の本能寺松次長によれば、松次九十二を数える大寺院になっていた。天明八年の天明の大火で焼失するが、天保十一年日温承人によって再建する。しかし、現時元年の金門の変に伴い発生した、どんどん焼けにより、道雨を焼失した。だが、達中の竜雲院のみは、 消失を免れている。従来は、長州藩邸に隣接していたため、長州藩邸の火が延焼したと思われていたが、それ以前に、薩摩藩の砲撃により、長州藩邸よりも先に焼け落ちたという説もある。その後、明治の廃物希釈などの影響もあり、本堂の再建は遅れ、寺地も、大池通の拡幅整備で削られるなどしたが、1928年に、 京都大学教授の天沼俊一が設計した本堂が完成し、現在に至る。旧地の元本能寺南町には、京都市立本能小学校があったが、1992年廃校となり、その後発掘調査が行われた。それにより、織田信長の城宿だった当時の遺構が発見されて、話題を呼んだ。現在は、京都市立堀川高等学校本能学者と、 高齢者福祉施設本能が置かれている。2007年マンション建設に伴う移行調査では、本能寺の辺において焼けたと思われる瓦や、当時は、能よりも広く用いられていた字型がデザインされた丸瓦が、堀跡のヘドロの中から見つかっている。口述の写真の通り、本能寺の、能の字は、という今では使われていない字になっていることでよく知られる。 本能寺のサイトの説明によれば、このことについて、度重なって焼き打ちに合っているため、サ治を嫌いの字に変えたものであるとしている。ただし、このは本能寺のために作辞されたわけではなく、当時は現在の能よりも広く使われていた時代であり、前述のように本能寺の変以前の本能寺の河原でもこの文字が使用されている。能が一般に用いられるようになったのは、 後期辞典が広まった明治時代以後のことである大本山本能寺河原町通りに面する裏門の辞典藤原公勢筆書き巻きありがとうございます